それでは最初の証人を。自分は糸のこぎり圭介っす。所轄署の殺人事件捜査担当の刑事っす。なんだか暗い刑事さんだな。マコチュンさはその自分の信頼できる部下だったっす。部下だったの？あの刑事さんの。はっ、研修時代に面倒を見てもらったっす。素晴らしいデカっす。名前が書かれているなんて絶望的じゃないか。これはちょっと来たっすね。スキッパラに響かす。来た。なんだこの感じ。本当にどうもありがとうございました。続きもう泣いちゃうっす。マコ君、無罪おめでとうっす。糸の子先輩ひどいっす。自分は最後まで逮捕には反対したっす。壺はこの倉庫に保管していました。でもパッと見た感じ荒らされた感じはしないぞ。またあんたたちっすか。糸の子刑事。まったく、事件のたびなんで必ず出てくるっす。それはこっちが聞きたいですよ。採用。我が名探偵はこの倉庫でただ一人怪人を待ち受けていたのです。どうして警察に知らせなかったんですか。無能の輩に何ができます。無能すと。お忘れなく、我は前回怪人の獲物を取り返した。奴と渡り合えるのは我が名探偵だけなのです。警察はいつもの通りやられ放題でしたな。弁護士殿、どうやらあなた方は真剣に怪人を追っているとお見受けした。そうなんです。私たち何としても壺を取り戻しますから。さあべ、ではあなた方を信用してこの場はお任せしましょう。あとは頼みましたぞ、弁護士殿。何だったんだ。何が無能の輩っすか。お、お、え、仮面マスクが自首してきたっすと。ちょっと待つっす。今係官が連れてくるっすからね。ご機嫌ですね、糸の子刑事。そりゃそうっす。我々はあのヘンテコ探偵に勝ったっす。じゃ、自分は被害届を処理しなきゃっすから、これで失礼するっす。自首してきたんだから。あー、そこのちみ、お茶とお団子持ってきてくれたまえ。それ被害者が死ぬ直前に座っていた椅子っす。あんたたち、今日は災難だったっすね。え、ほんとっすよ。あのコーヒーのケンジさんにうまくやられちゃって。ちょっぴり同情するっす。あれ、珍しいですね。いつもなら行きみす、たまみろす、わははははみたいな感じなのに。仕事を一生懸命やる人間を自分は認めるっす。そしてそれが裏目に出た人間に自分は同情するっす。刑事の仕事はそんなのばっかりっすから。いい人なんですね、糸の子さん。ねね、それで本物の仮面マスクはどうなりましたか。ああ、あのヘンテコ探偵っすか。いい君っす、ざまあみろっす。いつもの調子が出てきたよ。なんか安心するね。ところで、昨夜亡くなった被害者のことを教えていただけませんか。日頃のご愛顧ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ございますだろう。事務所を閉鎖してどうする。ああ、じゃない。こらーっす。あ、糸の子さんっす。あ、糸の子さんっすじゃないっす。これを見るっす。毒殺事件に有罪判決、なるほど弁護士、惨敗。まさに素人以下の弁護、判決の責任はすべてなるほど弁護士にある。なんだこれ。自分が広域捜査で飛び回ってた間に。ああ、これお土産っす。ああ、どうも。ああ、どうもじゃないっす。一体どういうことか。知りませんよ、全く身に覚えがないし。これ1ヶ月前の雑誌だね。でも先月は毒殺事件なんて扱ってませんよ。え、どうい
ことなんだろう。これがあんたじゃないとすると、あ、まさか偽なるほどくん。偽物！とにかく被告人にきっちりお詫びに行くっす。そして裁判をやり直すっす。今すぐ。何をそんなにムキになってるんですか。これは相場わかるっす。いいっすね、責任持って弁護するっすよ。行っちゃった。そりゃお客さんも来ないか。よしよっしゃ、来た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 、そこで外すっす。そう、この声は。あー、外したっすか。伊藤の御刑事。え、ああ、ラジオ。ああ、なるほど。なんすか。大方宝くじの当選発表でも聞いてたんじゃないですか。お、被害者の岡高雄にあやかってでかいのを当てようとしたとか。あんた超能力者っす。誰でもわかりますよ。この宝くじ、長者ラジオというラジオ番組と連動していて、それはそれはスリリングっす。いいですね、長者って響き。毎週この時間、午後1時半から10分間絶賛放送中っす。私も買うっす。ぜひ。あ、それと最後にもう一つ。お、まだ何か。そのこれをマコ君に。お弁当。早起きして作ったっす。マコ君少し痩せたみたいだったっすから。詰まってますね、ウインナー。自分には一番のごちそうっす。ではくれぐれもよろしくっす。了解っす。あ、これは。こい、またお前らか。おやくれ、なんやそれ。なるほどか。あのバカ女、組長のマブヤ表でかい顔しよって。よせや。これは渡せない。なめとんのか。やった伊藤の子刑事。ケースだ、関係あらへんで。ここは任せるっす。伊藤の子さん、早く行くっす。あんたたちがいなくて誰が孫くんを助けるっすか。わかりました、行こう。そうっす、こいつの分析結果が出たっす。あ、もしかして猛毒。残念っすが、耳に垂らして使う外用薬っす。ということは、鼓膜が破れた被害者岡高雄に処方された薬っす。被害者の薬がキッチンで発見された。こいつには正体不明の指紋がついていたっす。今検査中っすから、これから署に戻って結果をもらってくるっす。それじゃあ。何ですか。それでどうだったっすか、自分が作った弁当は。美味しかったです。そうっすか、そりゃ良かったっす。あ、いや、そういう意味じゃ。鈴木、ウインナーは切れっす。迷いさんにあげるっす。これ、おかわりの大盛り弁当っす。あ、今日こそ決めるっすよ。とにかく、鍵を握るのはあの男だ。どうやらここまでのようだな。なるほどくん。もう少しなのに、決定的な証拠がない。ちょっと待った。伊藤の子さん、持ってきたっす、今こそ決定的な証拠。愛のために。何ですと。よし、行くよ、なるほどくん。あれ、あんたたちは。お、伊藤の子刑事。裁判長さんも。いや、どうも。はがきで応募してぶち当てたっす。懐かしい汽車の旅で北の温泉を巡ろうというわけです。じゃーん、私たちは招待状。招待状。何号車ですか。私たちは1号車。あ、自分たち3号車っす。後で遊びましょう。あの世界的大富豪が日本国籍を取得して鉄道を丸ごと買い取った時の騒ぎは僕も聞いていた。何これ、
もしもし殿様。もしもし。こう見えてトランシーバーなの。これで遊ぼうよ。トランシーバーで何をするんだよ。決まってるでしょ、爆弾探しごっこ。爆弾。ちょっかり隊員、爆弾はあったか。どうぞ。ありました。爆弾から赤いコードと青いコードが。面倒だ、全部切っちまえ。何それ。暴走と爆破予告は列車のロマンじゃない。変な映画の見すぎだよ。遊びに来たっす。糸の子さん。レジーナさん、案内どうもありがとうっす。どういたしまして。失礼します。お、電車の本っすか。ええ、この路線のことが気になって。もともと小さなローカル線で、地域の人たちの足として徐々に拡大していったみたいです。ほう。しかしですね。ねえねえ、鉄道マニアはほっといて、これで遊びましょう。お、もしもし殿様。しかし、これで何して遊ぶっす。決まってるでしょ、爆弾探しごっこ。おお、いいっすね。え、やっぱり暴走と爆破予告は列車のロマンスから。さすが、わかってる。こちら隊長、とんがり隊員、落とせよ。どうぞ。こちら2号車食堂を通過中。ただいま3号車に着いたっす。爆弾を捜索するっす。バカモン。乗客の命は我々にかかっている。諸君の活躍に期待する。今のバッカモンはどういう。細かいことは気にしない。どうぞ。いいコンビだ。こちらとんがり、発見したっす。これはどえらい代物っす。爆弾からコードが5本。これまでにないタイプっす。なーに。全部切っちまえ。隊長、それ爆発するっす。お客様。だだ、レジーナさん。何ですか、爆弾というのは。遊びっす、遊び。豪華列車にはミステリーっす。18時から3号車の皆様はディナーのお時間ですよ。もっと、そうだったっす。ご飯の時間決まってるんだ。ってことで、一足先にごちそうになってくるっす。お、あ、またまた、こんなところまで聞いたちですか。いや、これがないと落ち着かなくて。最高の旅っす。ありがたいや。あ、どうしたんすか。食堂車に忘れ物してきました。ありゃ、知らないうちに吹雪っすか。お、なんすか、なんすか。おりゃ、人だます。あっ、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 止まったっすか。よーしょ。あっ、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 なんすか。あの、大丈夫ですか。お騒がせいたしましたわ。なんだったっすか。しかもさっきの人玉は。お客様。レーダー。お静かに。あんたは。銀星号は私が占拠しました。占拠。お預かりします。すべての通信機器は没収します。安全は保証いたしますので、ご安心を。なんだ。どうぞ中へ。
大変なことになったっす。食堂車の裁判長、それにあの二人大丈夫っすかね。ねえ、とんだ爆弾が飛び込んできたっす。戻ってください、お願いします。すいません、ちょっと食べ過ぎちゃって。おトイレいいですか？どうぞ。ありがとう。糸の子さん。糸の子さん。おお。こちら糸の子切り、無事だったっすか？そう、そういうことなの。お願い、なるほど君を助けて。わかったっす。自分は今3号車っすから、食堂車はすぐ隣、なんとか行ってみるっす。食堂車はどこに消えたすか？まさか、まさかあんたたち連中の命を奪った？もし彼らに何かあったら自分は絶対あんたを許さないさ。違います、私たちは誰一人傷つけない、キングに誓いました。キング？リッチランド様です。すみません。本当にすまないと思っているなら自分に協力するっす。協力？一体何を？外部と連絡が取りたいっす。ダメ！日本の警察に知られてはならない。キングの命令は絶対です。じゃあ約束するっす。日本の警察には知らせない。秘密っす。男の約束っす！早く！現在キングの裁判はある場所に中継されています。その回線を使えば通信は可能です。こんにちはっす。よし、頼むっす。あんただけが頼りっす。エンド！エンド、ダメっす。変身がないっす。雷がまた近くなってる。三剣賢治、早く何か情報を。死んでる。あそこから。この方は知ってるっすか？ゲイル様。あんたの仲間っすか？いえ、1号車のお客様です。今、食堂車に、あの法廷にいるはずの。なんすとなんということだ。リッチナンデさん。糸の子さん、レジーナ。申し訳ありません、キング。この方がどうしても事情を全て聞かせてもらったっす。自分は糸の子切り圭介、刑事っす。刑事？1年前の裁判で真実が暴かれるのを恐れた。つまり陰謀の中心にいたのはあなただった。1年前あなたは法廷に立たなかった。しかしその裏でリッチナンデ氏を罪に落とすべく手を回していたのだ。くー、あの二人が海を越えて協力、感動さ。つけるなら今だ。はいよ、それで行くよ、とんがり隊員。こちら運転席、了解っす。なる
ほどくん。さ、早く。よし、全速前進。了解、全速前進っす。それでは捜査を担当した刑事を入廷させていただきたい。証人、名前と職業を。は、自分は糸のこぎり圭介、所轄署の刑事っす。半年前、ついにやっと念願の刑事課に配属されたっす。それは聞いていない。では刑事、証言をお願いします。了解っす。これは、そう、それが大人の味ってやつさ。刑事さん。あ、はいさ。この写真におかしなところはない、そう言いましたね。言っちまったさ。これは被害者が残したメモです。目印、白のマフラー。そう指定された以上、被害者はマフラーをしていたはず。しかし写真を見てください。なあ、マフラーがないっす。そう、これは、明らかに変です。次からは矛盾って言おうぜ。これがあのおぼろ橋か。おお、三つ剣検事殿。糸のこぎり刑事、お久しぶりっす。三つ剣検事が来ると聞いて無理やり出張してきたっさ。相変わらず無茶な男だ。今日はこの糸のこぎり圭介、とことんお供するっす。そうか、ご苦労。ところで刑事、言っておかねばならないことがある。いやり、どういうことっすか。ハザクラインあやめを弁護するっすと。まあ、なんというかそうなった。三つ剣検事は検事だからこそ三つ剣検事っす。三つ剣事弁護士、これは明らかに変っす。注意してるっす。とにかく捜査の状況を聞こう。しかし刑事という立場上、弁護士に情報を漏らしていいものか。余計なことを心配するな。君はただ情報を垂れ流せばいい。了解っす、垂れ流さっさ。その意気だ。それでは事件の目撃者がいるハザクラインにご案内するっす。目撃者だと？そう、ビキニのおばさんっす。ビキニ。見たところビキニではないようだが。あらあらあら、おばさんだってね、すごいんだから。特に夏は。三つ剣検事、こちら住職のビキニさん、目撃者っす。そういうことは早く言いたまえ。だから君の給料はいつまで経ってもうなだれたままなのだ。あい、すまねっす。では境内であやめさんを見たのですか。そう、そうなのよ。あの優しい子がどうしてあんなことを。おばさん、悲鳴を上げて気絶しちゃって、気がついたらギザギザ頭の男の子にどてっぱら踏まれてたの。なるほどの話とも一致する。嘘をついているようには見えない。他に何かありますか。そういえば一つあるわ、はるみちゃんが見当たらないのよ。それにしても本当にやるつもりすか、弁護士。でも検事だとバレたらどうするすか。三つ剣事、割と有名っすよ。ああ、だから明日の裁判はいつもと違う裁判長の法廷を手配しておいた。実は本件担当の護道検事とは連絡が取れないっすが。問題ない、検事もすでに私の方で手配した。なんだ、三つ剣検事すげえっす、何でもできちゃうっす。行くぞ。ではあとは任せたぞ。我々もそろそろ行くっすかね。パトカーに乗るっす。糸の子刑事、
ここであんたがぶっ倒れたら三鶴家検事の弁護が無駄になっちまうっすからね。いげり、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 いげり。え、いい知らせっすよ。おぼろ橋の応急修理が終わって渡れるようになったっす。申し訳ありません。はるみちゃん、なんかニュース。このホットでクールでスパイシーなアロマ、これはカレーだ。おお、カレーっす。こいつはうまそう。いえ、ひどいっすね。腹が減って、いや立ってくるさ。事件があった夜、みんなでカレーを食べたんです。なんだって、あやめさんが逃げた。このヒゲのせいでね。あい、つまです。あの女を連れてここへ着いた時、さっきの地震が起きたの。自分出迎えに来たっすが、ちょっと目を離した隙に。申し訳ないっす。たくん、おめでとう、まゆいちゃん。ありがとう、アロハノくん。やっぱりお姉ちゃんの言った通りだったよ。あの夜メモに書いてくれたの。なるほどくんならきっとみんなを助けてくれるって。ちひろさん、みつるぎ、そのなんというか、よくやったな。なるほど。お前のおかげだよ、みつるぎ。俺を忘れてもらっちゃ困るぜ。いやいや、自分もっす。二人の手となりはしたら。感謝しなさい、なるほど龍一。奥の院からこの子を連れてきたわ。はるみちゃん、まゆいさま。はみちゃん、カレーまみれだよ。あの、私、家元様の掛け軸を綺麗にしてくれてたの。ありがとう。もう私置いてっちゃやだよ。迷いちゃんたちを見て僕は思った。この事件は皆それぞれが大切なものを守ろうとして起きてしまったんだと。果たして僕の弁護は誰かを守り得たのだろうか。なるほどくん、あなたはみんなを救ったわ。私のできなかったことをやり遂げてくれた。ありがとう。またいつか会いましょう、なるほどくん。誰かのためにどれだけ強くなれるか、それこそが人間の価値。弁護士は常にその価値を試される戦士なんだ。戦いの末に結ばれた絆はたとえ断ち切られても必ず蘇る。この素晴らしい仲間たちがその証人だ。